2017年6月8日5時30分。ネットで見つけた怖い話。第1097話、ドッラーン。今1時間飛ばした。京都の亡国道を西に向かい坂を登ると、旧街道とクロスする地点がある。電チャリなどで走るとわかるが、そこは何やらヒヤッと空気が変わるのがわかる。昔ならそのあたりはこの世とあちらの中間といったところだった。その竹林に囲まれた地点の出来事。友人たちが車を2台連ねて町から大学への帰り道、その国道を通り、先行車はそのクロス地点の少し前に、後続車が続いているのを確認していた。そして大学に着き、先着組はとりあえず学食へ向かった。しばらくして、あいつら、後続車、遅いやん、と一人が言った。信号でも引っかかってんのやろ。まあ、そんなとこだろうとみんな思っていた。しかし、15分経っても、20分経っても現れない。喫茶店でも寄ってんのかな。そして小1時間経った頃、彼らはやっと到着した。どこ行っとってん？なんや自分らだけ寄り道して。と口々に言う奴らに彼らはキョトンとした顔で、何言ってんねん。すぐ後走ってたやん。またまた、そんなこと言ってー。と、返していた先着組だが、どうも違うらしい。彼らは本当に続いて走ってきたつもりなのだった。一時間もの間、どこに行っていたのだろう。ちなみに大学周辺は元竹林の山だらけだったが、今はすっかり住宅地となっている。開発されていた頃、人骨がゴロゴロと発見されたことを知らずに、住んでいる人も多かろう。寺の一つも建てないとまずいのではないだろうか。ネットで見つけた怖い話。第1098話、ひも同じじじふふ。俺がこの一生で一度だけ感じた怪奇体験をば。自宅のトイレにでかい窓がある。ちょうどトイレの床から1メートルくらいのところに。トイレの匂いを出すために、いつも10センチほど開けっぱなし。ま、自宅代わりに借りてるビルの5階だからいいんだけど、3年前、真夜中に帰宅した俺は、トイレでゲーゲー吐いてた。俺は、飲酒時にはすぐに気分が悪くなるが酔っ払ったことはない。おうとも一段落して、俺は、便座にもたれかかったまま、ふと窓を見上げた。窓は開いていなかった。いや、隙間に変な白いものが詰まっていただけだ。よく見てみると、それは紐状に伸びた白い細い、ねじれた女だった。それがひしゃげた顔して何かをわめいていた。じじじ、俺は、そのまま後ろに倒れ込み、四つん這いのままトイレから脱出。ひいひい息を上げたまま自分の部屋に逃げ込んで、テレビの音量を上げて、友人に電話をかけまくった。あれ以来トイレの窓は防犯用のロックでしっかり固定して、閉め切ってるよ。幽霊って喋れるんだな、って思った出来事だったよ、畜生。ネットで見つけた怖い話。第1099話、おごるなサウザー。俺の友達が彼女に電話して確かめたわ。一応マジネタ。京都の9号線のある電話ボックスは昔そこで女の子が電話をしている。地味ダンプが突っ込み、即死したらしい、で、事故の後、新たに電話、ボックスができたのだが、その電話ボックスから異性、男性が女性、女性が、男性ね、に電話すると、理由はいろいろだが、必ず相手が泣いている。泣いている理由はドラマで感動してたとか、なんとなく悲しくてとか、まあどうでもいい理由なんだが、とにかく泣いているらしい。で、俺も連れと試しに行ったんだが、連れが彼女に電話したらマジで泣いてた。で怖くなった。
それ以来そこは通らないようにしてます。場所は、国道9号線を京都市内から亀岡方面へ。途中清水病院、公園墓地を通り過ぎてトンネル手前、首塚に行く道の辺。いわゆる老いの坂の辺です。老いの坂といえば、もうそれだけで結構な心霊スポット。だが、今もその電話ボックスが存在するかは知らない。近くの人見に行って、欲しいだす、で、あったら電話して欲しいなぁ。ネットで見つけた怖い話。第1100話、闇夜に響く手まり歌。ひょんなことから彼と一緒に、竹を使った音楽ワークショップに明日参加することになった。竹は各自持参のこと。だそうなので、夜に彼の家から私の家に向かう途中、竹林に立ち寄っていただいていくことにした。なんだかんだしていて、もう真夜中を過ぎてしまったが、計画は実行しようと竹林に立ち寄った。一応舗装してある細い抜け道のような車道を林に入ると、途端にあたりは車のライトがやけに強調されるほど真っ暗。未舗装の小道を50メートルほど入ったところで、ここなら1、2本取ったって、誰の迷惑にもならないだろうと車を止めた。懐中電灯という気の利いたものは持ってなかったので、車のライトをつけたまま竹切りに専念した。太い竹を狙っていたので結構時間がかかる。やっと小先って適当な長さにし車に積み込み、さて出発。あ、バッテリー上がってるわ。あれどないすんねん。時間が時間だしこんなとこ車も通らない。仕方なく私たちは歩いて車道まで出て公衆電話を探した。まだ携帯普及してない時代のことよ。ラッキーにも割と近くに電話を見つけ、まだ比較的近所。プラス、こんな時間でも出てきてくれる友人に電話をし、助けを求めた。友人は心よくすぐに来てくれるとのこと。よかった。さてその友人が到着し、彼と二人はリードをつないで、車を復活させる作業にかかった。竹林の中、車のエンジン音がとても異質に響く。私は、することもないので、車周辺をうろうろとしていた。あれ、なんか聞こえる。騒音の中、右手の竹林の中から歌のようなものが聞こえてくる気がする。そっちに目を凝らしてみたが、もちろん真っ暗。人家の明かりもない、ライトと対照的な暗さのせいで空間の深さが実感できず、やたら濃い闇に思えた。空耳？ノイズのせい？でもやっぱり聞こえる。私は、その方向に近寄って耳を澄ましてみた。車の音とは明らかに違う方向からの、かすかな美しい歌声だった。それは例えて言うなら古い、手まり歌、のようだった。声はせいぜい12、3歳の女の子。綺麗な声でちょっと悲しい調べ。彼は、まだ車に集中していたが、もうする作業もない様子の友人に、歌声を一緒に確かめてもらおうかという気になり。ねえ、と心持ち引き加減で話しかけた途端。言うなぁ。と友人は耳を塞いだ。え、やっぱり聞こえてたの。あかん、あかん。言うたらほんまになるやんか。その瞬間私たち二人は異様に寒いものを感じ、思わず手を取り合って固まってしまった。ちょうど車が復活し、何してんの？という顔の彼をせかし、私たちは竹林を脱出した。後日その友人と何が聞こえていたかを確認し合った。それはぴったりと同じ感想だった。あれは確かに聞こえていたと思う。手まり歌のような、数え歌のような。ネットで見つけた怖い話。第1101話、霊界ってもしかしてめちゃくちゃ怖いところ。家の父方の家系は、見える、人たちが多い。祖母も見える人だったそうだし、親父もぼんやりと見える時があるそうな。
でも一番強く力があるのは俺の妹っぽい。こいつは中学の時にいきなり、見える、側の人間になっちまったんだが、今日はその時の話をしよう。ちなみに、その時妹を迎えに行った母が聞いた話を元にしています。その日、俺は大学の仲間たちと遅くまで遊んで、家に着いたのは10時も過ぎていた。帰ると、いつもは今でテレビを見ている母と妹の姿がない。何かあったのかと思いながらも、一人でご飯の用意をしていると、母が2階から降りてきた。どうやら2階の妹の部屋にいたらしい。なんとなく顔がこわばっているような気がして、俺、どうしたん？なんかあったん？母、今日、あの子学校途中で帰ってきたんやけどな。ほら、前から死んだおばあちゃんが夢に出てくるとか言ってたやろ？俺、ああ、そんなこと言ってたな。母、それがな、今日学校で。俺の中学校では給食が出るんだが、給食を食べて今から昼休みということで、妹は教室から廊下に出たらしい。そこでいきなり妹はガバッとしゃがみ込んで、ギャーと叫び出したらしい。数秒間叫び続けた後、ばったり倒れた妹は、保健室へと運ばれた。それからしばらくして連絡を受けた母が駆けつけ、目を覚ました妹に話を聞こうとしたが、目を閉じて震えるばかりで要領を得ない。とにかく連れて帰って、家で寝かしていたという。それがご飯ができて持って行ったところで何が起こったのか徐々に話し出したという。廊下に出た妹は急にめまいがしてふらついたらしいのだが、目を開けると友達の方に見たこともない老人がおぶさっていたという。それがこちらを向いたのだが、顔は焼けただれ、目が飛び出ていたりと見れたものではない。他にも、体が半分朽ち果てた猫や、犬。あばらがむき出しの鳥。腕のちぎれた兵隊みたいな人がはっきり見えたらしい。実はこの数日前、死んだおばあちゃんが夢に出てきて、びっくりしなや。気をつけるんやで。などと言っていたらしい。おばあちゃんは虫の知らせをしてくれたのだろうか？これ以来うちの妹は、見える、人になってしまい、いろんなものを見るのだが、それはまたの機会に。ネットで見つけた怖い話。第1102話、エレファントマン、真実の悲しみ。実は6から7年前戦闘で幼稚園ぐらいの女の子に、パパはこの人のチンチン大きい、と指を刺されて大声で言われた。確かに俺の息子は大きい方だったが、指を刺されたのは初めてだった。俺は、特にタオルで隠すことはしなかったので特に目立ったのだろう。その子のお父さんは、すみません、と恥ずかしそうに謝っていた。しかし、それだけでは終わらなかった。俺が体を洗っているとその女の子が友達の女の子二人を連れてきて、ほら、この人のチンチンとっても大きいんだよ。とわざわざ見に来た。お父さんが、やめなさい、と言ったのと同じくらいに女湯の方から、まるまるちゃん、何を話してるの？と同じくらいの女の子の声が、聞こえてきた。すると、この人、とってもチンチンが大きいの。ゾウさんみたいなの。とありったけの大声で叫んでいた。すると男湯、女湯の両方からクスクスと笑い声が聞こえた。俺は、とんでもなく恥ずかしくなって、石鹸を流して早く上がろうと思い立ち上がった時、不覚にも勃起してしまった。その場にいた女の子三人から、わ、と声が上がり、まるまるちゃん、大変、この人のチンチン、上に行っちゃったのー、パオーンしてるのー。と女湯に向かって叫んだ。男湯女湯同時に、大爆笑が起こった。その女の子たちは、すごい、すごい、と俺の息子に向かって拍手をしていた。それを見た男湯の人たちがさらに爆笑し、
その爆笑に釣られて女湯でも一層大きな爆笑になった。俺は、逃げ出すようにして戦闘から出て行った。その日以来、その戦闘へは行かなくなった。ネットで見つけた怖い話。第1103話、肉よりマシ。僕の友達の友達が、この時点で怪しまれちゃうよね。アメリカ、ニューヨーク、に仕事で行き、夜地元の人とダウンタウンで飲んでいたそうです。そしたら帽子を目深にかぶった怖そうなでっかいお兄さんがやってきて、へぇ、You are Japaneseか?と声をかけてきたそうです。こういう時嬉しそうに、イエス、なんて言うとやばいことを、彼は知っていたので、ノー、コリアン、と答えたそうです。彼はおもむろに帽子を取り、ユーは日本語はわからないのか?と聞きました。ユーに日本語がわかれば、このタトゥーの本当の意味を教えてもらおうと思ったんだけどな。彼の額には思いっきり日本語で縦書きにある言葉が書いてありました。そこで彼は、ユーこそ意味がわからずにそのタトゥーを入れたのかい?と聞いてみました。すると彼は、オフコース、I know、こいつの意味は、俺様はサイバーワールドに生きてるって意味なんだ。と言いました。バッと、最近はこれを見てちょっとストレンジな反応をする東洋人が、いるからちょっと聞いてみたかっただけなんだ。日本語難しね。と言いました。彼の額には、メルトも募集中、と書いてあったそうです。じゃあ、今日のオカルトスレ。ホラー系で三大怖い要素。人形、鏡、あと一つは?ホテル?天才元、リンク、リンク、ピエロ、トンネル、大量の長い髪の毛、ピアノ、手紙、窓、窓怖い、隙間、閲覧注意、半開きのドアの怖さは異常、リンク、風呂、夜、やめようや、玄関、突然の物音、上、背後、田舎、夏だしにちゃん系怖い話の恐怖度ランク付けしようぜ。リンク、写真やろ、閲覧注意、背筋も凍る恐怖の心霊写真、リンク、蛇口、テレビ、電話出てないとか、密室、白肌、声、海から来たおぞましいもの、田舎の海怖い、海ってか夜のプールも脅威な、切れかけの電灯、ベッドの下、和物の怖さは異常、顔以外の人体、窓から手だけ見えるとか、普通に暗闇じゃね?外から規制上げてこっちに向かって、どう考えても声行きたくです。海よりは山じゃね?村、これが出ないとかお前ら終わってる。なんかペトッとした液体みたいな何か。隣人。水系は怖い。ここまでベタであろう井戸がないとは。開かずの間。リンク。昼間でもテレビの砂嵐はやばい。マネキンが出てないとかマジか。だってそれ人形じゃん。怖くないし、確かに人形だよな寝るわ。でも怖いよ。マネキンは怖い。某デパートの焼け焦げたマネキン。が。おしまい。